い、おはようございます。マスカラでございます。顔痛い、めっちゃ顔痛い昨日ね、僕のチャンネルではないんですけど、ちょっと釣り行ってきて6時間ぐらいねやったらめっちゃ焼けました顔が痛いで、今日なんですけど、さっきねちょっとコストコさんに行ってきて、ずっとね食べたいなって思ったんですけど、なかなかね手を出せずにいた商品があったんですが、今日はねついに買ってしまいました。なんでちょっとね今そのメニューを持ってきて、今日は大食いをしていきたいと思います。よし、はい、ということで今持ってきたんですけど、これよく YouTube とかでも使われているあのハーフシートケーキ、一応ねこれケーキだけで 3.7 キロぐらいあるらしいんですよね。うん、僕知ってる通り甘いものは苦手なので今日は食べてみたいっていう欲望を叶える動画です。もしねこれ残ったとしても冷凍とか保存ができるみたいなんで、今日はね食べるだけ食べて大満足をしようかと思っておりますで、ただ絶対にね甘いのだけだと辛いので、ケンタッキーとかも用意してあるんで、こういったねしょっぱいもんも合わせて食べて楽しんでいこうと思います。では早速いただきます。ちょっと最初からねデザートっていうのもあれなので、ケンタッキーから食べよう。まずこっちからね。いや、ケンタッキー久々に食べるな、これ。はい、ケンタッキーでございます。よ、久々に食べる。うん。やっぱうまいね。世界のケンタッキーはうまい。うん。久々に食うとうめ。じゃあちょっとね、続いてケーキを。カット。よ、でかっ、でかってか分厚いよこれ、層がやばい見てこれ、でかないあ、うん、めっちゃうまいけどめっちゃ重いこれ。なんかこれってネットで見たけど、あのバタークリームみたいなんですけど、重さがね半端じゃないよ。ケーキってよりかあの洋菓子、まあこれも洋菓子なんだけどこういうなんて言ったらいいんだろうな、うん、生地もなんか柔らかいケーキってよりかは重量感のあるカステラ、うん、美味しいけどケーキかどうかで言ったら難しいこれはね1回で全部はきついわ。うん、ちょっと飲み物、じゃうま、結構クリームも固めですし、なんて例えたらいいんだろう難しいな、間違いなく僕が知ってるケーキではないですねちょっとあのしょっぱいのしょっぱいの食べたい。もん、うまっあれもうちょっときついかも、うん、いや、せめて半分は食べたい、うん、これきつなんかこの味ザ・アメリカみたいな感じがする、すごいこれやばいね。何度かさ今までこのコストコのケーキって食べてきましたけど、これ一番重いかもしれない、一番重いよこれ、
クリームもそうですけど、これスポンジがすごい密度がね、こうギュッてなってる見えるかな、生地これね、完全にこれカステラですうん、今こうやって見ると4分の1ぐらい、1キロ食ってない感じ、もしかしてすごいねこれ、これすごいね思ってたよりも全然進まない。お腹は全然いっぱいじゃないんですけど、入ってかないなんでだろう、不思議今やっと3分の1ぐらいですね。1キロちょっとぐらい、すごいすごいね、すごいよ。コストコさんってさ、全部大きいじゃないですか。で、我が家もね、たまにお買い物行ったりはするんですけど、日本にない食材とかがね、いっぱいありすぎて楽しくてつい買いすぎちゃうの。でも普段はね、別に僕も撮影してなければそんなにこう食べないので、何を買ってもね、こう一回じゃ絶対食べきれないんですよ。何回も食べるんだけど、でもなんかその普通の他のお客さんとか見てると、カートがこうめちゃめちゃでかいのにそこにいっぱい入ったりするの、それ見てどうやって保存してんのかなってめっちゃ気になるんですよね、あれ絶対入らないよねあれまあ食品以外も多分いっぱいあるんで、なんかいろんなものが入ってるんでしょうけど、食品が大半の人も結構いるんで、一時的にそれを全部保管しとく冷蔵庫あるのすげえなと思って。家庭用じゃってあれ入んないくらいみんな詰めてる人いるよね不思議だな。ちょっとこれ食べよう。これツイスター、ちょっとかじる前にと。こんな感じ、ツイスターよいしょ。はい、あ、しょっぱうま、うまい。なんだろう、満足感がすごいよこれちょっと別のツイスターも、照り焼きのツイスターですねこれ。照り焼きの中はこんな感じですね。うめシンプルにうまい。ラーメン作ってこよう、ラーメンラーメンでございますうまいね。インスタントですけどちゃんと煮干しの味しますね、うまい。みんなの言いたいことは分かってます。ケーキ食べますよ。いいねこのカップラーメン、玉ねぎが効いてるな。結構煮干しって香りが強い食材なので、こう生玉ねぎとかトッピングされてるお店も結構多くて、このね、いぶきさんも写真載ってるんだけど、玉ねぎがね載ってるんですけど、さすがにちょっとインスタントなんでね、生玉ねぎではないんですけど、火の通ったね、こう甘い玉ねぎになってて、これがねこう口にふって入るといいアクセントになってる。めっちゃ美味しい。
またさ、ちょっと食べた後で申し訳ないんですけど、この飲み干した後にさ、煮干しの粉が残るのがなんか嬉しいっすよね。いやもうね、皆さんもお気づきかと思いますが、ここが美味しく食べられる限界でございます。お腹の空き具合的にね、無理してるわけじゃないんですけど、かなりね、味が重たいんで、これ以上は無理して食べるようになっちゃうんで、今日はこの辺りでケーキをやめときます。でご覧の通りね、もう半分ぐらいまだケーキがありまして、これからね、ちょっと切り分けて小分けにして冷凍保存していこうと思うんですけど、しばらく多分ちょこちょこ食べ進めていく感じになると思うんで、ぜひね、このコストコファンの方、これを冷凍保存した後に美味しく食べられるアレンジレシピを教えてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。